私ども組織委員会としては、えーまあ、そ,のそれぞれの選手が出国する際に検査をお願いしたいのと日本に到着した際に検査をする、えー、さらにはあの国内に入っても一定の考え方で検査を続けるというそういう制 制度って言いますかそういうやり方をですねあの創設していただきたいというふうに思っています。